コーヒールナ松永店井上博明さんのお話です。井上さん、こんばんは。こんばんは。先週に続いてコーヒーカスの利用法その2ですね。お願いします、はい、塗料として使えるんですよね、。コーヒーの出し殻を一度炊いて濃いコーヒーの液を作って、それは木工の例えば本棚とかですね、そういうものに塗ってもらって、その後からニスとかラッカーでこう仕上げてもらうと、なかなかいい色のちょっと、はい、ナチュラルな感じで、はい、いいですね。もう一つ作ってるんです。作業するための棚なんですけど、いい色になってますね。そうですか。じゃあぜひ試していただきたいですね、はい、あと肥料ですね、今度は。あ、はい、はい、うちもお客さんみんな持って帰られて、一度発酵させて肥料として使われるんですよね、皆さん。これは聞いたことあります。やっぱりいいんですかね、そうですね、非常に野菜がよく育つということで皆さん喜んで持って帰られるんですよ。自然のものだから安心ですしね。そうですね、はい、あとですね、金属磨き、ステンレスとか銅製品だとかを磨くときに、濡れた状態で布巾か何かにくるんでいただいて、コーヒーのオイルでツヤが出ますので、はい、研磨剤にもなる。研磨剤にもなるということですね。なるほどね、はい、あと面白いところで猫よけ、はい、野良猫が寄りつかなくなるとか、あとナメクジであるとかアリであるとか、そういう害虫駆除というか寄せ付けないという効果もあるそうで。あ、そうですか、うん、じゃあちょっと気になるところに撒いておくとね、土の上、ね、そうですね、家庭菜園なんかされてる方は使ってみられたらいいと思います。あ、これは使えますね、はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。直木賞作家中島京子さんが松永を舞台に書いたハブテトルハブテトランに登場する憧れのプリントップはコーヒールナ松永店の人気メニューです。ぜひお召し上がりください。